信長と共に武田家を滅ぼした家康は、戦の後処理を済ませた後、信長の招きに応じて京へと登った。京に滞在後、家康はわずかな友のみを連れて上方の町を視察していたが、そこへ半蔵が急報をもたらす。秀吉の援軍に向かうはずの光秀が突如信長のいる本能寺を急襲し、信長が応死したというのである。伊賀越え。兄上が見まかられただと。若、お気を確かに。とにもかくにも三河に戻らねば我らは何もできませぬぞ。信長様が討たれたとなりゃ急がねえと。俺たちにも追手がかかるかもしれねえな。三河への道、伊賀を越えるのが最も早かろう。桃地の残党が潜んでいるやもしれぬが。どうする竹千代。おい、しっかりしねえか。お前が何とかしねえとまた乱世を一からやり直すことになっちまうぞ。信長様の大志を告げるのは同格の名誉たる若のみ。ことは一刻を争いますぞ。兄上の大志を私が継ぐ。そうだ、このような場所で果てるわけにはいかぬ。よう申された。されば伊賀越えにて三河を目指しますぞ。伊賀は忍びの残党やら野党やらの巣窟だ。気をつけて進まねえと足をすくわれるぜ。穴山殿が先行して砦を押さえているはず。だから合流を急ぎましょうぞ。ああ、分かった。何としても三河を返り、兄上の小石を次の世に繋がなくては。受けてみよ。徳川の奴らを通すな。鉄砲を食らわせてやれ。これは厳しい。味方が襲われているぞ。助ければ。私の退路を開くため、皆が各所で先行して戦ってくれている。こんなところで誰も失いたくはない。皆一丸となって切り抜けよう。大層な身なりのやつがいるじゃねえか。身ぐるみ剥がしてやれ。何、敵に囲まれたか。味方を救えたようだ。この先の肘山城は守りが手薄のようです。そこを通れば伊賀を抜ける近道となりますぞ。伊賀者の罠かもしれません。そこを抜ければ近道にはなりましょう。ならばたとえ罠でも進むのみだ。開門。この伊賀を越えようなど少子覚悟せい。なんだってんだ。邪魔する奴らは残らず倒せ。俺たちの前に現れたのが運の尽きだ。じゃあな。やめろ。うちじり。あの山殿がやられたか。開門。任せろ。家康ってやつの首を取れば褒美がもらえんだ。あいつじゃねえか。行くぞ。食らいやがれ。私が狙われているようだが、ここは押し通るしか手がないな。これで少しは進みやすくなるか。この砦は我らが抑えた。徳
ここからなら伊賀を出せよう。おお、味方が新たな拠点を押さえたようだ。みんな、あの砦を目指すぞ。受けてみよう。出るぞ、家康を討ち取れ。開門。不穏な輩がいるようだ。捨ておけば味方が脅かされるかもしれない。お手合わせ願おうか。生きた。私とてもののふなのだ。聞かせていただこう。お見事にございますが、聞かせていただこう。急がせ、着実に。知って連中が大嫌いだな。貴様はここで無様にのたれ死ね。桃地、とっくに死んだはずでは。とにかくこの地を死守せねば。三代、やはり生きておる。奴を倒さねば伊賀を抜けるのは難しかろう。開門。よし、これで先へ進める。防ぎきれぬか。家康様、申し訳ございませぬ。しわせか。この者だけは許せぬ。必ずやこの手で討ち取ってやる。勝利条件変更。徳川家康、信長をあがめてたあいつを討ちゃ少しは流飲が下がるってもんだ。徳川勢に追い打ちをかけろ。この城に味方を呼び込めば家康様の伊賀越えもなるはずだ。やはりこの城を狙ってやがったか。覚悟しろ。何としてもこの城を抑えたいが、俺一人では厳しいか。味方が苦戦しているようだ。助けなくては。徳川の武士どもが逃げ回っているらしいぜ。人儲けできそうだ。行くぞ。早く味方と合流せねば。徳川勢だ、この場で討ち取ってしまえ。味方が戦っているようだ。急ぎ加勢してやらなくては。よし、これで援軍を呼び込めるぞ。お待たせいたした。
これより我らも加勢いたす。開門。徳川のやつしぶといじゃねえか。仕方ねえ、俺の手で始末してやろう。開門。受けてみよう。あいつの鎧、上物じゃねえか。ありゃ高く売れるぜ。剥ぎ取っちまえ。ゲロ、後ろに打たれはせんぞ。時はかけられない。急ぎ倒すのだ。周辺の敵は倒したな。先へ進むぞ。助かりました。家康様、少しですが我らの食料をお受け取りください。おお、すまない。これでまた戦えそうだ。貴様らのしぶとさは褒めてやるが、生きて伊賀を抜けられると思うな。マジ、奴を倒さねば伊賀越えはなるまい。ならばモノノフの意地にかけ、奴を討ち取る。使ったか。やむを得ん。奇襲はやめだ。迎え撃て。むしろ私は天下無双なのか。敵の企てを阻止できたようだ。天下一瞬は目前だったというのに、何故はさぞやご無念であったろう。なら俺たちで無念を晴らしてやろうぜ。それが生き残った者の務めだろう。武士の意地も道理も知ったことかよ。俺がまとめてぶっ壊してやるぜ。神にならぬ。瀬名の無念を晴らし、兄上の意志を次の世につなぐため、私はお前に勝つ。まだだ。武士の世をぶっ壊すまで死んでたまるかってんだよ。終わったか。何が終わったって。確かに三河まではまだ遠かったな。違うだろう。終わりどころか始まってもいねえって話だ。やり方次第では天下も夢ではありますまい。天下、私が当主様ならそれくらいの志を持てってことだ。な、期待しておりますぞ、若。荷が重いが、そなたたちの支えがあれば、あるいはな。三河に着くまでに腹をくくっとけよ。ともあれ、酒を急ぎましょう。ああ、まずは無事に帰ってからだ。